決済代行3社の口座、はい、税滞納を理由に容疑者の財産として差し押さえ4300万円確保と、はい、これも散々、うん話題になってますけれども、はい、4630万円男のその後ですね、はいはい山口県阿武町が誤って振り込んだ4630万円が全額、出金された事件で、花田町長は24日9割超にあたる約4300万円を法的に確保したと発表、はい、町は電子計算機使用詐欺容疑で、山口県警に逮捕された無職田口翔容疑者が出金した決済代行会社3社の銀行口座を田口容疑者の財産として差し押さえたと、うんはい、いうことなんですね。もともとその国民健康保険税を滞納していたということで、うんうん、町が4月26日地方税法と、国税徴収法に基づいて3社の銀行口座を差し押さえた。田口容疑者が給付金をカジノの掛け金として移した疑いがあり、実質的に田口容疑者の口座とみなしたというと、はい、だから裏では動いてたんですね、いろいろ。そうですね、はい、本当に急に帰ってきましたからね。そうですね、うん、その上で田口容疑者との取引が犯罪収益移転防止法に抵触する恐れがあるなどとして銀行側に対し対応を要請。銀行側から3社の情報を入手し5月19日3社への取り立て処分を実施したと、はい、3社からは翌20日田口容疑者が振り替えた全額の計約4300万円が町の口座に振り込まれたということなんですね、はいはいはい、で、まあ、他のその出金分、うん330万円、はいに関してはこれデビット決済なので、はい、ちょっとまだあの確保できてないんですけど、物買ったりとかしちゃったんだろう、うんはいまあ、他のその4300万円については、うんはい法的に確保したということなんですね、うんはい、これなんかいろいろ考えたなと、はいうん、そうですね、いうことで、まあ、あとこれやっぱ業者としても関わりたくないんでしょうね。そうです。だってこれ例えばこれ本当にオンラインカジノだとしたら、うんはい、追及される可能性あるじゃないですか。追及されるからやっぱこれ早いうちに、うん、あの引き消ししとこうということでやったってことで、うんまあ、こういうのをやってる人はまた一つ日本のグレーゾーンがなくなるなっていう多分普段からそういうのを使ってる人は、はい、あの多分オンラインカジノ楽しみにしてる人っていると思うんですよ、うん、その人は多分これでこの田口のせいで、うん禁止になるかもしれないと。そうですね、もう業界ごと潰る、されるかもしれない、うん、違法、まあ、グレーゾーンなんですよね、はいまあ、違法なんですけど、うん、正確にはだけどいちいちこれを摘発するっていう流れがなかったのに、うん、これ業界一網打尽でいやもうダメになるかもしれない。田口やってくれたなと、たく許せねえというふうに思っている人はいるんじゃないかなと思いますね、うんはいまあ、でも帰ってきてよかったですよね、うんうん、最初どうなるかと思いましたけど。そうですね、はいはい、っていうかまあ最初にね間違って振り込むなよっていうのが一番重要な部分ではあるんですけどだからこれ責任問題はちゃんと追及して、はいやっぱこの残りのデビットカードで決済した分は町長とか、うん、その役場の人が、うん、やっぱ職員たちが責任取って、うんまあ給料の3割ずつ返しますとか、うん、いうふうにすべきことじゃないかなと思うし、そうですね、そのこの金額だったらまあ返せないことはない金額ですからね、うんはい、4000何百万っていうのはさすがにちょっと厳しいですけ ど、 このいやこのぐらいの金額でもいいからちゃんと返すべきだと思うし、うん、やっぱこの地方の、まあ、昨日もちょっと言いましたけど、うん、役場とかその政治家、うん、もう人材がないんですよ、まあ、ないでしょうね、はい、だって優秀な人はまず大学行くために地方から首都圏に行くわけですよ、はいうん、はいはいはい、まあ、でそこでやっぱりもう人材が流出、ねはい、流出して帰ってこないですからね、はいうん、だから、4310万430人かで3000人ぐらいいるところで、うん、だから 15% ぐらいが生活貧困者なんですよ、うん、15% も生活貧困者がいる村でこの10万円を配布してるわけですよ、うん、だから納税者が少ないわけです。少ないですね。大して納税する人もいないと思うんですよ、お年寄りばっかりの、うんでそんなところで町会議員の数も多かったし、うん、確か見たとき役場の人数も多いし、うん、それでいて、振り込み間違えてるっていうさもう絶望的な町って、これこの町だけじゃなくていっぱいあるはずなんですよ、うん、未だにフロッピー使って納得してる銀行地方銀行と地方銀行とその町、うん、これインターネット 5G だとかあの光ファイバーだっていう時代に、うん、あのフロッピーピーでっていうね、もうそうですね、うん、これ阿武町議会、はい、議員ってこれ8人いるんですね、うん、3000人の町で、そうすごいですね。てか、まあ、3000人で430人が生活困難者ですよ、うん、もう
でもこういう町っていうのは全国にたくさんあるでしょうし、あるんですよ。だからとっとと潰して、うん、あの統廃合して、うん、もっと合理化して、役所の人間とか政治家を減らしていくしかないんですよ、うん、はい。まあ、そのためにやっぱマイナンバーカードでしょうからね。いや、そう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 、だからその事業の効率化っていう、それですよ、それですよ、そう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 、うん、だから本当に、成り立ってないと思いますよ、うん、国の中央からの税金で成り立ってるから。そうですね、てめえの金じゃないから、自分たちの税収じゃないから、だからダラダラやるんですよ、ダラダラやってるわけですよ。だからそういったことも改革ができないんですよね、うん、そうですね、はい、いやもうだから日本ちょっとこういうところで、うん、なんか残念だなと思う部分は、もうだから超後進国だなっていう状況ですよ、うん、デジタルに関しては、はい、ゆっくり茶番劇、商標登録のゆずはし、うん、登録抹消申請を報告、うん、ということで、ネトラボの記事、叩かれたから散々、そうですね、うん、ニコニコ動画などで人気のゆっくり動画に絡み、特定ユーザーからゆっくり茶番劇が文字商標として登録されて、波紋を広げている件について、商標登録を行ったゆずはしが24日知事のツイッターを更新し、23日付で、抹消登録申請を行ったことを報告した、うん、その事由として、関係者等に対する誹謗中傷及び名誉毀損、虚偽捏造された情報の流布により本来の目的を全うすることが困難となったためとしているんですけども、うん、なんですかね、本来の目的っていうのは10万円税込み11万円を得ることができなくなったっていうことなのか、うん、まあ、なんかそもそもこのなんか自分たちが投稿したコンテンツを、うん、その第三者に削除されないためみたいな、うん、だからコンテンツの保護のためって言ってたんですけど、うん、でも他の人から10万円取ろうとしてるわけですから、はいはい、なんかとんでもない話だなと、うん、いうことでしたけども、まあ散々批判を寄せられ、はい、お前おかしいぞということで最終的には、抹消することになったわけですね、はい、うん、まあ、これだけ叩かれるっていうのが分かったわけですから、はい、多分まあ後からやるような人っても出てこないんじゃないかなと、うん、抑止力になってんじゃないかなという気もするんですけど、はい、ただ愉快犯は出てくる可能性ありますよね、はいはい、愉快犯として、まあ、今回これ抹消しますけれども、なんか似たような言葉でネット民を煽るためになるほどやって俺も炎上してやろうみたいな人が出てくるのもまあ、そうですね、ある話なのかなと、はい、特許とか商標とかってね、うん、なかなかわからないね。そうですね、ちょっとそのまあみんなが認めない特許取ったら、だって洗顔性っていうもので、うん、取った人が保護されなきゃいけないからできてるものなのに、うん、取ったら炎上して、はい、みんなからっていうのは、まあ、ルールとしては、うん、もう法治国家のルールにのっとってやってるわけなんだけど、うん、みんなが炎上して手放すっていうのは 何回かあったっていうか ね、まあ、阪神優勝編とかもそうだけどなんかそうそうそう阪神優勝取った人すごいよねなんでそれ取れるんだそれ取れるんだってのもおかしい。いやだから特許庁だって人がやってるから、はい、おかしいものが取れたりとかするんですよね、うん、だからそういうのもあるし、なんか非常になんか歪んでるというか、でもそれで儲かった人もいるし、うん、儲からなかった人もいるし、あとちなみにゴルフのさ、あのドライバーとかって今シャフト変えられるじゃん、はい、昔シャフト変えられなかったんですよ。接着剤で止めて終わりだったんですよ、はい、うん、であれシャフトを変えられるって仕組みを考えた日本人がいたんですよ、はい、その人は特許取ってたのに、うん、全メーカーが無視してて、特許が切れた15年後に、はい、その間開発し続けて、はい、そこからやりだしたんですよ。だからあの角度変えたりとか、捕まりやすい捕まりづらい、高く出る、はい、高く出ないとか、あれを特許をその取ってる人の切れるまでずっと、開発し続け、開発し続け出た途端にそれを超えるようなものをメーカーが、いや買ってやれよと俺は思うけどね、早くから出せよっていう、そうそう、お前そう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 、ずっとさ、これ差し替えできたらいいのになってずっと僕ら思ってたのね、うん、いや今のねカチャカチャで、うん、そうカチャカチャでちょっとやっぱり角度変えて、そう、うん、そう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 、だからそんなこと、そう、その人が相当ふっかけたのかどうか知らないけれどもやっぱ全ゴルファーがシャフト入れ替えっていうのも全然したがってたわけで、そうですね、うん、今なんかもうみんなやってますもんね、みんなやってる、うん、そうそうそう、だからあれがねちょっとなんかもっと早くから出てたら、うん、いろんなシャフトに特化引っかえでもっとハマってたのにって思ってる人いると思いますよ、はい、紳士とはってい う, そ う, そういやゴルフって果たしてどれだけの紳士がいるのか、はい、そうですね、ちょっと疑問もありますよね、はいはいはい、まあ、今ねこう裾野が多少広がってるので、うん、広がってますね、うん、若い人も来てますね、うん、すごい面白い
そうですね、なりましたよ。でもやっぱもうインスタ見てると、うん、なんか若い女の人がすごい今なんかゴルフ来てます、ゴルフアカウントをすごいやってるんですけど、はい、あれも絶対おり。メダカちゃん、今回のゆっくり茶番劇の件ではドアンゴ非常に優秀でしたねと。 YouTube は苦情をまともに受け付けないスタンスですし、うん、言論の自由を守る意味で国産プラットフォームのドアンゴ頑張ってほしいですね。そうですね、あとは画質を向上させてごちゃごちゃ UI を改善してサービスを改善してクリエイターにもちゃんと金が回るようにして動画のアーカイブを残せるようにするだけ結構人気が復活すると思うんですよ。そうですね、それが難しいんですよね。角川今儲かってるんで、うん、本当はドワンゴにもっと金回すべきだなと思うんですよ。角川本体は結構儲かってるんですよ今。いや今だって、生放送のアーカイブも、うん、あれ180だっけ1年ぐらい残るようになってるんですよ、うん、はいはい、今選択できてて、うん、7日間なのか、はい、2週間なのか、なるほど、はい、最低確か1年ぐらいまで残せたはずなので、はいはい、まあ、だんだん機能的には進化してるんですけど、その、はい、歩みが遅いんですよね。遅いです UFO 戦術ですからね。はい、YouTube はもう何年も前から、はい、なんならもう10年ぐらい前からできてたようなことを、はいはい、やっぱ今遅れて遅れてやってると、はい、そうですね、はい。